はい、どうも、フメイダウです。今回ですけども、最後のマレウスガチャということで、まあ確率アップが最後なんですけども、サブアカ2ですねの方がスキル1なんですよね。まだなんで、もうあと1体手に入れるまで引いていきたいと思います。スキル2になったら即やめやっていきたいと思います。まあ皆さんね、ちょっと引くかどうか迷ってる方多いかと思いますけれども、まあ、引いた方なんかはぜひね、結果とかぜひコメントお待ちしております。まあ最近はね、コメ返信結構してるんで、ぜひよろしくお願いします。ということで、多分確率はね 4% だと思うんですけれども、見ていきましょうか。まあね、今見てもらった通りプレチケ27枚あるんで、プレチケ内で当たってくれれば問題ない。まあやっぱ 4% っすね。はい、ということで、プレチケ内で当ててもらって、サプエルはいらないです。ガストンとハムがスキルマ、ガストンがスキルマか。ハムはまだスキルマじゃないんかな。さあ、一応ね、22-23% ぐらいの確率で新ツムが出る確率なんで、5対2回ですね。はい、来る確率です。ということで、もうぼちぼち次来ると思いますよ。パスカル2体目お前 0.78% ぐらいじゃなかったっけ。あ、やばい。はいはい、確率下回っております。6回目、いれやーはいらないけど、あ、初ゲットやな。そう、ひそかに、まあいいや、回収できたな。いいか、マレウス3ゲットしたら即やめなんで、早くプレチケなくなるまでならまだ許せるんで、コインは減らしたくないんで、よろしくお願いします。ブルーフェアリー、え、てか新ツム全然出ないじゃん。5分の1でしょう。確率下回ってるね。まだ1体、11連、次12連かして、まだ1体なんで、だいぶ確率が低い。え、めっちゃ確率低いんだけど、新積む率低すぎない。イデアはいらんて申し訳ねえけど、イデアはいらんて。ウォーリバーもいらねえ。やばい、これプレチケで終わらないぞ多分。え、これ闇ガチャになるんじゃない、これ大丈夫か。プレチケあと12枚しかないんだけど、トレメインももう2体目ですけれども、野獣初ゲット。え、マジマジマジ、てか全然新ツム出ないじゃん。5体に1回は新ツムのはずなんだけど、それすらもお前いらんてお前いらんてバッチ、なんでイデアしか出んのだ、お前いらんてお前いらんて。あー、プレチケがあと5枚しかない。バン、やばいな。アラジンもさ、すげえ出てる気がするんですけれども、マジそれ。おしおし、唐突に来まして、ありがたい。危ねえ、ずっとイデアだったらどうしようかと思ったけど、とりあえずプレチケ内で回収できたのはかなりでかいです。25枚使ったんか。なんで、3が66の3、75万か。75万消費という感じでございましたけれども、まあ皆さんいかがだったでしょうか。自分はこれにて撤退ですね。一応サバーカ2も350万はあるんで、はい、スターウォーズ5月に向けて、まあガチャね、温存多少できたんでね、良かったかなと思います。
はい、まあ、皆さんもねちょっとガチャ頑張って引いてみてください。はい、そんな感じで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイ。深い笑みに包まれ、くじけそうでも